職場の好きな子に告白するつもりだと語る一致。一致の話を聞いてみると、犯罪臭がしてきて、38歳フリーター DT が新人バイト20歳を好きになり自宅で待ち伏せ、とんでもない行動に出て通報されてしまう。なあちょっと恋愛相談がしたいんだがここでいいかな？職場に好きな子がいるんだけど、相談できる相手がいないんだよ。親に少し話したら逃げられたし、姉ちゃんは諦めろって言うし、誰か的確なアドバイスを俺にくれる奴はいないか？ここまで女の子を好きになったのは初めてだから、どうしても成就させたいんだ。なあ、頼む。まずはスペックからだな。職場ってことは同僚とかか？まあ家族に相談しても、無視されることもあるよなあ。学生同士？それとも社会人？一致の恋愛歴とかも聞きたいな。ここまで好きになったのが初めてってことは、これが初恋だったりするの？職場は近所のスーパーで、相手は20歳の可愛いバイトの子だよ。最初はなかなか話せなくて、遠目で見てただけなんだけどさ、だんだんと話すうちに、彼女の魅力が伝わってきたんだよ。それに、彼女はすごく優しいんだ。俺が品出しをしていて、荷物を落としそうになったら、大丈夫ですか？落ちそうですよ。って声をかけてくれたんだよな。あの頃から彼女のことが気になってさ。へぇ、20代か。一致も大学生とか？いいなぁ、大学生同士の恋とか微笑ましいわ。結構、いい感じなのか？彼女は脈ありな感じ？それとも不明？同じスーパーで働いている他の店員に脈ありか聞いてみるのもありなんじゃないか。問題は彼女が一致のことをどう思ってるかだよな。品出しの人に声をかけるとか、別に気がなくてもするだろうからさ。彼女が脈ありかどうかだけど、告白されたりはもちろんない。でもさっき書いた品出しの時に、声をかけてくれた以外にも、会えば挨拶をしてくれるし、その時の笑顔がとびっきり可愛いんだよな。あ、それから彼女がお店のポップを作っていた時に、俺が、それ、めちゃくちゃ絵がうまいね。って褒めたら、そうですか、ありがとうございます。好きなんですよ。なんて喜んでくれて、会話が弾んだんだよな。あと俺と彼女は、まあ偶然なんだけど、帰り道が同じ方向なんだよ。住んでいる場所が近いから、付き合ったらデートとかの待ち合わせをスムーズにできそうだよな。あとは俺は実家で芝を飼ってるんだけどさ、お店で彼女が他の店員と話している時に、私、芝が好きなんです。って言ってるのを聞いたんだよ。これはもう運命だよな。芝ってそんなに珍しい犬種じゃないんだから、飼ってる家があってもおかしくないだろ。それが運命とか、笑えない。一致、それはきっと気があるんじゃない。偶然ってやつだぞ。まあ確かに彼女が芝が好きなら、仲良くなった後は犬を連れてデートするとか、そういう展開が待ってるかもしれんけどな。気になる子が好きなペットを飼ってるだけで付き合えるとか、世の中そんなに甘くないよ。話のネタにはなるかもだけどね。犬の話を彼女としたことは？彼女は俺と話すのが恥ずかしいのか、他の女の子のバイトと話してることが多いんだ。もちろん俺は彼女が犬の話とかを俺にしてくれるなら歓迎なんだけどな。俺がまだ彼女に実家に芝がいるって話してないから、彼女は俺と犬の話ができるって知らないかもしれない。やっぱり犬がいるって伝えた方が俺のことを気にしてくれるかな。芝の写真でも撮って、スマホの壁紙にしてみるか。どうしても彼女と今年中に付き合いたいと思ってるんだよ。引き続きアドバイスを頼む。引き続きアドバイス頼む、の前に、もう少し一致や彼女のことを、詳しく教えてくれないか？確かに彼女の年齢と、犬好きって情報しかないんだよなぁ。一致は品出しのバイトだっけ？彼女も同じで品出しのバイト？家が近いのと年齢と犬以外に何かないのか？もしかしてそれ以外の情報は一致が聞けてないんじゃない？それで脈ありかもとか言われてもこっちは困るんだけどね。もし他にも彼女のことで一致が知ってることがあれば教えてほしいし、一致の情報も、もっと詳しく。そういえば俺の情報を、あまり書いてなかったっけ。俺は品出しのバイトをしているフリーターの38歳だよ。彼女は多分話の内容とかから考えると、店の近くの大学に通ってる JD だと思う。
まだお店に来て半年くらいの新人の子で、俺の方は品出し5年のベテランだから、最初の頃は結構いろいろ教えたりしたんだよ。最近はもうだいぶ慣れてきたのか、あまり何か聞いてくることもなくなって、ちょっと寂しいんだけどな。え ?38 歳?一致は大学生じゃないの?おっさんだったのか?これは衝撃的。今まで大学生だと思って話を聞いてた時間も返せって、おっさんが JB とか犯罪だから今すぐ諦めるんだ。マジで草も枯れそう。38歳のおっさんでフリーターが、20歳の可愛い JB を狙ってるってこと?相手に気があるとか絶対にないし、犯罪だから相手に気づかれる前に、手を引いた方がいいよ。なんで一致は JB と付き合えるとか思っちゃったの?今まで女の子と学校やバイト先で接することはあったけど、俺に笑顔で挨拶をしてくれたり、上がりがちな俺の話を、ゆっくり聞いてくれる子なんて、なかなかいなかったんだよ。親も姉ちゃんも、俺の話なんてまともに聞いてくれなくてさ、まともに会話する場所なんて、それくらいしかなかったんだよ。でも彼女は俺の話でもちゃんと聞いてくれるんだぞ。そりゃあ惚れるし、俺に気があると思っても仕方ないだろ。もうこのチャンスを逃したら、次の子は見つからないと思うんだよな。ああ、もう一思いに告白しちゃった方がいいのか?彼女、俺が告白したら驚くかな?なんて言われるか怖い気もするけど、このまま黙ってスレで相談してるだけじゃ、何も進まないよな。進めなくていいんだよ。進めたら犯罪になっちゃうだろ。一致はなんで38歳にもなってフリーターなんかしてるんだ?フリーターの一致と付き合うメリットが、JB の彼女になさすぎる。せいぜい実家に柴犬がいて触れ合えるってくらいだろ。一致の見た目がどうかは知らんが、いくらイケメンでも、38歳フリーターって時点で JB は諦めた方がいいぞ。JB が20歳で一致が38歳か。じゃあ JB が生まれた時に一致は18だな。わかる?一致が JB と同い年くらいの頃に JB は生まれたんだよ。そんなに歳が離れてるのに恋愛なんか成立するわけないんだよな。一致がよっぽどのイケメンで金持ちでもなければね。お金とか外見とか、恋愛ってそれだけじゃないだろ?っていうかそんなこと言うなら、俺は大したイケメンでもないし、ただのフリーターなのに、なんで彼女は話しかけてくれたんだ?気がなかったら、なおさら話しかけてなんか来ないんじゃないのか?マジで彼女が俺に気がなかったら、俺、人間不信に陥りそうだよ。お前らは画面の向こうだからわからないかもしれないけど、彼女が俺に挨拶する時のあの笑顔、あれは絶対に俺に好意があるから、見せてくれる笑顔なんだぞ。そういえばこの前、お店の帰りに雨が降っててさ、店から帰った後、彼女が雨に濡れるかもしれないなと思って、俺の傘、結構大きいので、一緒に入りますか?って聞いたら、あ、家まで走ってすぐなので大丈夫です。って言われたから、彼女の家は本当に近いんだな。今度、スーパーの近くを探してみようかな。なんで彼女の家を一致が知る必要があるんだ?もうそのあたりでやめとけよおっさん。それ以上は犯罪だって。おい、誰か一致を止めてくれ。このままだとこいつ、捕まるぞ。まあ家が近いんじゃなくて、一致と一緒にあいあい傘をしたくなくて、家が近いって逃げた可能性がかなり高いと思うけどな。それでも彼女の家を探すのは絶対にやめた方がいいのは確か。ひえー。ただのバイト先の気丸い男に、家まで探されたら恐怖すぎるんだけど、完全に不審者だって思われるから、バイト帰りに彼女の後をつけるとか、家を探すとかはするなよ。一方的に恋心を抱いてるくらいが、一致にはちょうどいいんだよ、身の程を知ろうね。きっと一致が気づいていないだけで、彼女には好きな彼がいるか、もしくはもうすでに彼と付き合ってると思うんだ。彼女に彼氏?それはいないと思うぞ。彼女は家族の話はよくしているけど、彼の話とかをするのはお店の中で一度も聞いたことがないし、もし彼がいるなら、俺に気があるような視線を送るのは浮気だろ?あんなに優しそうな彼女が浮気するなんて考えられないから、彼女に彼氏がいるわけないって、本当は彼女の家がどこか探しに行きたかったんだが、バイト先が同じ相手の家を探してみるのってそんなにおかしいか?俺が中1くらいの頃だったかな。
たまたま通りがかった女子が、どこどこにかっこいい先輩の家があるっぽいとか話してたぞ。あいつらも犯罪行為をしてたってことなのか？家を探しても別に泥棒とかに入るわけでもないのに。それは女子中学生でしょ？一は何歳で相手は何歳？考えればわかることだけど、ちゃんと理解してる？まずは鏡を見てこいよ。お前は中学生じゃなくて38のおっさんなの。泥棒がどうとかじゃなくて、一気のようなおっさんが、家を探しに来たら相手の子が怖がるとは思えないの？相手の気持ちを考える能力が欠如してんじゃない。そんな奴に恋愛は無理。一気は恋愛歴もなさそうだし、そこまで自分に自信があるわけでもないよね。それなのになんでバイト先の彼女だけは、自分をわかってくれるとか、好きだとか、そういう思考になってしまうの？ほら、たまにスレとか見てると、二次元の女の子を愛してるおっさんがいるじゃん。もういっそ一気も三次元は諦めて、二次元のキャラでも愛したらどう？彼女に見立てて誕生日とかにお祝いしたりするんでしょ？確かに二次元の彼女のことを好きになったこととかもあるけどさ、やっぱり彼女の笑顔を見ていると二次元とはいろいろ違うよな。それに二次元の彼女は触れられないけど三次元の彼女は触れられるんだぞ。きっと俺のようにスレとかでは二次元、二次元って言ってる奴も、悔し紛れにそう言っているだけで、本当は三次元の方が好きなんだよ。マジで彼女と付き合えるなら、俺の一番大事なフィギュアの彼女を、差し出してもいいくらいだよ。それくらい、俺は本気なんだ。俺の本気具合がそろそろ伝わったか？だからアドバイスをくれよ。彼女はめちゃくちゃ可愛いから、早めに告白しないと、かっこいい奴がバイトに募集してくるかもしれないだろ？早く俺のものにしないと気が気じゃないんだよ。彼女を狙ってくるのは、別にバイト先の店員だけじゃないだろ。一致の世界はどれだけ狭いんだよ。大学のサークル仲間とかもいるだろうし、他にも出会いはあるだろうに。むしろ一致こそ、バイト先だけじゃなく、もう少し自分の世界を広げてみる努力をこの際したらどうかな？まだ彼女が一致のものになるとかお花畑なの嘘をしちゃってるの？最初はちょっとからかうのが面白かったけど、ガキっぽくて気色悪くなってきたんだが、そろそろ彼女のことは諦めた方が一気の今後のためだぞ。アドバイスをくれー。彼女に早く告白しなきゃって、自分の気持ちだけ主張しても、いいアドバイスなんてもらえないよ。っていうかみんなも言っているように、彼女は一気に気がないと思うから、いくら告白したって負け確定じゃん。痛いおっさんだと思われないように。せめて今すぐ彼女から手を引いて、生温かく見守ってあげたら？お前らせっかく俺に春が来るかもしれないのに冷たいんだな。モテない話にはすぐ食いつくくせに、彼女ができるできないの話になると、なんでこんなに敵対視するんだよ。そういえば今日は彼女がスーパーであれこれ野菜を買って帰ってさ、家の食事を手作りするって言ってたんだよな。彼女の手作りとか美味しいだろうな。一人暮らしをしているみたいだし、いつかご馳走してほしいわ。俺はあまり料理がうまくないからな。マジで彼女は一致がいないバイト先に逃げた方がいいよな。JD ならバイト先くらい、いくらでも見つけられるだろうし。こんなヤバいおっさんのそばでずっと働いてることなんてないのに。まあ一致はフリーターってことだし、品出しくらいしかできないのかもしれないが。それはちょっと不思議なんだよな。彼女は一気の気持ちに気づいてないのかな？一気みたいな38歳のおっさんに好かれていることに気づいたら、すぐに逃げそうなのに。そういう意味では、このまま一気を止めずに、告白させるのもありなんじゃない？こっちであれこれ指摘するより、告白して失敗したら現実を知るだろうし、JD は一気のことが怖くなってバイト先を辞めていくだろうしさ。このまま一気の妄想が膨らんで犯罪行為に発展するよりは、さっさと告白して玉砕した方がいい気がしてきた。だから、なんで俺が告白して失敗するの前提で話を進めるんだよ。でもまあそうだよな。お前らがいくらどうこう言ったって、実際に彼女がどう答えるのかは、告白してみないとわからないんだしさ。ここでああだこうだ言ってるより、さっさと気持ちを伝えるべきなのかもしれんな。でも最近あまり彼女と差しで話す時間がなくてさ、他のおばちゃんとかが見てる前で告るのは恥ずかしいし、なんかシチュエーションとかのいいアイデアはないかな？
仕事帰りにささっと声をかけるのがいいんか？大勢の前で告白しても、どこかで告白しても結果は同じ。どうせ JD と38歳のイッチが付き合えるわけなんかないんだから、適当に場所を決めて、適当に告白でも何でもすればいいだろ。ただ覚えておいてほしい。俺は犯罪だからやめろって止めたからな。仕事帰りにイッチに声をかけられて、JD が答えてくれるのか？品出しの時の挨拶に笑顔で答えてくれるのは、仕事中だからじゃない？仕事関係ない時に話しかけられたら普通にスルー案件な気がする。っていうか、イッチのスーパーには、イッチに注意する人はいないのかな？結構ヤバそうな視線を彼女に送ってそうだし、こんなスレとかじゃなく、スーパーで働いてる人が、イッチを止めてくれればいいのに。面倒なんかな？まあ、ここでずっとあーだこうだ言っていても、仕方ないと思うから、俺、彼女に告白してみるよ。今日の仕事中に勇気を出してみるから、もし俺が告白でうまくいったら、絶対に失敗するとか言っていた。お前らは涙目だな。とうとうイッチが告白するのか。このスレも、もう終わりだな。戻ってきたイッチが逮捕されていないことだけ祈るよ。まあ頑張れ、しつこいかもしれんが、俺は止めたからな。今頃イッチは彼女に話しかけてんのかな？告白とかやめて、せめて。うちで芝を飼ってるので一緒に散歩でもしませんか？芝好きなんですよね？くらいにしたらいいのに。イッチよりもイッチの芝が告白した方が脈ありな気すらするな。ここまで止められたのに、JD に告白できる。イッチの勇気だけは認めるよ。その勇気を10年以上前に発揮できてたら、今まで彼女なしで来ることもなかっただろうにな。青春が来るのが遅すぎるんよ。イッチまだかな。昨日まではこれくらいの時間帯になると、イッチがスレに書き込んでたよね。彼女に告白してるんだぞ。察し、マジで逮捕されてないといいけど。逮捕されていないとしても、スーパーをクビになってんじゃない？ベテランとか言っていたからかわいそうに。ダメだった。っていうか告白もさせてもらえんかった。なんでなんや。告白すらさせてもらえないってどういう状況？もしかして周りの店員さんたちに止められたってこと？それとも、いろいろと察した彼女に、話を聞きたくないって逃げられた？周りに止められたんじゃない？明らかにイッチが JD を狙うのは、犯罪行為でしかないもん。見てたら放置できないでしょ。JD がかわいそうだし。ああ、とうとうイッチが犯罪者になったのか。簡単に説明するとさ、スーパーで思い切って彼女に声をかけたんだ。やっぱりみんなの前だと恥ずかしいだろうし、俺も話しかけにくいから、仕事が終わって、彼女がスーパーを出た後、すぐに道で声をかけたんだよ。そしたら彼女が俺の話を聞かずに、なんか思い出したのか走り出してしまって、彼女のことを見失ってしまった。実はお前らにはダメだと言われたけど、あれから彼女のアパートの位置だけは確認しておいていたんだよ。だから俺は慌てて彼女のアパートに向かって、そこで待ち伏せしてさ、もし付き合えたらここまで、彼女を迎えに来るのかとか、ひとしきり感動していたら、彼女はアパートにはちっとも来なくて、代わりに警官が二人やってきてさ、職質みたいなのをされた。俺は別に不審者とかじゃないし、同じ職場の彼女に話があって、後を追いかけただけだからそれを伝えたのに、スマルーカーだとか、彼女から通報があったとかあれこれ言われて叱られた。俺がスマルーカーだとか、彼女は何を勘違いしてるんだろうな。俺はただ彼女に自分の気持ちを伝えたくて、アパートの前で待っていただけなのに。ちゃんと説明したら、きっと彼女もわかってくれるよな。それから改めて告白し直そうと思ってるんだ。え、通報されたの？彼女、マジでイッチのことを嫌がってるんじゃない？もうやめてやれよ。通報するってことは困ってるんだぞ。相手に声をかけて、逃げ出したから家で待ち伏せってやばくない？そんなことをしておいて、もう一度告白とか何言ってるんだよ。次また彼女に声をかけたって、捕まるに決まってるだろ。勘違いもここまで来ると清々しいね。警察がスマルーカーって言ってたんでしょ？彼女もきっとそう思ってるよ。だって勝手に家の場所まで調べたんだよね。呆れて本当ものも言えない。ここまで来たのに諦めずに告白し直すとか、本当どうかしてるよ。
せっかく好きな相手ができたのに告白もせずに終わりなんてあんまりだろ。でもなんかスーパーの店長に話があるって呼び出されてるんだ。まさか、解雇とかじゃないよな。彼女がいない職場でなんか働けないよ。彼女の笑顔だけが俺の生きがいなんだ。その一致の生きがいとやらのために、彼女が犠牲になるのはおかしいだろ。告白したら逃げたんでしょ？それが全てだよ。嫌われてるんだから諦めろって。ほらね、やっぱりクビになった。告白しなかったら同じ職場にはいられたかもしれないのに。こうして一致はスレを去っていった。そして二度とスレに帰ってこなかった。38歳になってバイト先のスーパーで素敵な彼女と巡り合ったという一致。JD の彼女ということで大学生同士の恋かと思いきや、一致は38歳の DT で、スレ民たちが止めるのを無視して無理やり告白しようとして通報された話、いかがでしたか？皆さんの周りにも、相手には全く気がないのに、付き合えるんじゃと夢を見てしまう、一致のような人はいるでしょうか？最後まで見てくれてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してくださいね。